どうもです。今回はですね、犯人クロナータ両案が過去にハムスターやマウス、そしてカエルなどを虐殺しているので、その件について掘り下げていきたいと思います。だからこいつは猫だけじゃないんだよね。なんか爬虫類以外の哺乳類に対してはすごい強く当たるんだよね。で、哺乳類にはマウスとかハムスターとか人間も含まれてますので、本当に一歩間違えれば人間も行くんじゃないかと思いますね。最初にこれに関しては犯人のふざけた行為ですね。なんかゲーム画面でこのチェーンソーみたいなやつでモンスターに攻撃して血が吹き出ていると、そういう映像を送ってきて、犯人は猫虐殺の証拠映像ですと。で、僕その前に警察行けよって言ってますね。こういうふざけ方するのも意味わかんないよね。全然反省してないよね。で、次にですね、これちょっとモザイクでしか見せれないんですが、ひどすぎて、まあ何人かはね元画像を見たことあると思います。もう本当にハムスターがびしょびしょに濡れちゃって衰弱して亡くなってるんですね。ツイートを見ていくと、チョロスケと書いてあって、犯人リョウアンはもともとチョロスケって名前で活動してました。そしてシリアン死んでたんだけど、まあ正直飼育飽きてたからありがたいかもって自分でこれツイートしてんの、やばいでしょ。あ、こういうのもなんでこういう風に前のね画像があるかっていうと、こいつやべえことしてるなって注視してる人がいっぱいいたわけよ。それでいろんな人がスクショ撮っていて、それで僕の元にたどり着いたってことですね。シリアンというのはゴールデンハムスターのことですね。そのハムスターが死んでたんだけど、まあ正直飼育飽きてたからありがたいかもって、マジでやばくない？なんであんなに爬虫類は大切にしてさ飼育してんのに、哺乳類に対してはこんなに適当なの？まあこのハムスターっていうのもその爬虫類の餌にするために育ってるわけなんですよね。で、ちなみにこちらの画像は犯人クロナータが挙げたネズミをカエルの餌にしていると。もうこれもね、ちょっとネズミにはモザイクかけないと YouTube ではきついんでモザイクかけますけど、どうなんですかね、これ結構大きいネズミなんですよ。で、カエルの口に入りきってないんですよ。こういうのを写真撮影してツイッターに上げているという状況ですね。で、これひどいのが、我もブロックされたこんな画像投稿したら、で、これネズミが真ん中にいて串がいっぱい刺さってるんですよ。で、他の人にクロナータはマウス串刺しの毛好きそうだから送ると、やばくないマジで。だからクロナータは絶対爬虫類は殺さないんだけど、哺乳類こういう小さいマウスとかにはこういう風に殺しておいて、そしてさらに殺した後に串刺しとかにしていたぶって快楽を覚えているんですね、絶対に。じゃないと何度も何度もこういう画像が出てこないですから。ちょっとこれはありえないっすよね。だってこれここまでする必要性がないですから、こういう生き物に対してこういう扱いをしていいのかって思いますね。で、さらに犯人クロナータはハゲウパっていう名前にも変えていて、その頃に、まあ、このさっきのね亡くなったマウスの写真あげると、ちなみに君だけに教えるけど死因は飲み水が溢れたことで蒸れて毛が濡れて死んじゃったと。で、こういうスクショをこの君って言われてる人から僕に情報提供されてますね。だから言っておくけど、ハゲウパの味方なんていないからね。言うなら結構スパイとかもいるから、この3日間か4日間ぐらい泳がせてたけど、この3日間か4日間で俺そのぐらいの協力者作り上げてたから。で、そのハムスターの亡くなった件について、まあこの右は情報提供者さんの発言ですね。この人もだいぶ口が悪いんですけど、ハムスターの世話すらできないような無能が爬虫類愛好家を名乗んな、まずツノガエルにカブトムシの幼虫の死体あげる時点で無能確定演出でクサと。まあ本当にこのクロナータのフォロワーさんとかだった人は、このクロナータの飼育能力に関してかなり低いとおっしゃってましたね。だからこいつの飼育能力が低いせいでどんどん生き物がなくなっていくという状況なんですね。一応1週間前に床材変えたんですけどね、水入れ壊したのは彼女なので自業自得ってやつですねと。だから自分のせいじゃなくてハムスターの責任にしてんのこいつ、やばくない？ハムスターがさ自分で自害できるわけないじゃん。まずちゃんと飼育してればあんななくなり方しないから。で、それを助けるのが主人の役目じゃないんですか？そんなこともわからないんだね。そうかそうか、君はそういうやつだったのか、つまり無能だねと言われてますね。で、これね DM の会話なんですけど、こいつ DM の会話でむちゃくちゃ素で語ってるんでマジでやばいんですよね。ぶっちゃけ家畜、まあハムスターとかのことですね、家畜が死んだところで、ああ死んだんだ、へえ遺体の処理大変だなとしか思わん。そもそも餌用として買ったし、コオロギが腐って死んだところで捨てて終わり、同じ餌という立場のお臭も同じ扱いでいいだろうと。こいつさ、いつか人間にもそういうこと思うんじゃない？人間が亡くなったら遺体の処理大変だなとしか思わんとか、なんかこいつだったら思いそうで怖いよね。もうこの発想がちょっとありえない。で、まあこれはちょっとよくわかんないんですが、まあ周りの信頼してる人には本性隠してるんで大丈夫、あんま信頼してる人いないけど、多分このクロナータは信頼してこういう DM 送ってると思うんだけど、この方に
この方が僕に届けてるからね、直接。だから君に信頼なんてないよ。クロナータさ、我の知り合い好きそうだから送るって、勝手に自分の知り合いをインターネット上で渡すなよ。やばいでしょ。しかもこれ顔出してんだよ。俺隠してるけどさ。しかもこれまだ14歳ぐらいの子でしょ。これなんで渡しちゃいけないかわかる？今回の件に関してはもう顔出てるから、この二人に。でこの二人に警察が会いに行って、このクロナータの名前、何々良安、中学3年生、奈良県生駒あたりの周辺で6月29日生まれっていうことが、この子たちがもし証言とかしてしまえば、あなたは逮捕される確率があるんだよ。だからこういう写真1枚でもあなたの逮捕につながっちゃうんだよ。もうそれさえも分かってないんだよね。しかもこのやり取りって子猫事件が発生した後の話だと思うんだよね。だからもう本当に救いようがない。でさらにクロナータは、死んで悲しいね、せっかくの餌量産親が、お衆は交尾しようとしなかったから死んでよし、子供産めや無能が激怒と。これハムスターのこと言ってんの。マジでやばくない？マジで生き物に対する扱い方がクソすぎるの、本当に。まあもちろんね、ハムスターとかマウスを爬虫類の餌にして育ててる人はいますけど、別に僕はそういう人を指定しようとは思わないですけど、まあ、ちょっとここは難しい問題なのでね。でもこういう発言だよね。交尾しようとしなかったから死んでよしと。もう命を何だと思ってるんだと。子供産めや無能がと。こういうのは非常に問題だと思います。本当にね、クロナータのせいで爬虫類好きな人がなんか悪いみたいになっちゃってるかもしれないですけど、爬虫類好きな人は別に悪くないですからね。ただクロナータが爬虫類好きで、その爬虫類のために哺乳類とかを残虐な殺し方をして、いろいろ問題を起こしたことが炎上してるので。そしてこれもクロナータのアカウントですけど、この先にはカエルが映っていて串刺しになってるわけですね。これ見てもらうと動いてるでしょ。ほら動いてるでしょ。こいつマジで生きたまま串刺しにして焼いてんの。でグッローとか言ってんの。やばくない？でしかもこういうのをカエル好きな人もフォロワーさんとかにいるのにあげてんの、アップしてんの。やばくない？マジでもう本当にね、小さい生き物に対する扱い方っていうのは異常というかサイコパスなんですね。考えられない。常識が通用しないみたいな感じですね。だからこういうのを楽しんでるわけよ。焼けたぜみたいな、近くで見せて動画に撮って、異常でしょ。それを大好きな亀の餌にすると、もう本当にひどいですよね。だからもう猫だけじゃないんですよ、クロナータの罪っていうのは。だから前の動画で、もう本当にごく一部ですけど、クロナータに警告するだけでもよかったのではっていうコメントがあったんですが、まあ、こういうの見てもらえばわかりますよね。それに僕は何度も警察に行けってクロナータに対してしつこく言ってましたし、それでもね、僕に対して煽ってきたりとか、過去にもこういう行為をやっているので、まあ、本当にその自分の住んでる周辺とかがもうバレてもしょうがないっすよ。もう犯人なのでね。っていうか、バレてもっていうか、クロナータ自分自身からバラしてますからね。これ見てほしいのが、これさっきの動画なんですけど、クロナータの YouTube チャンネルにこういう動画が上がってるんですね。カエルをぶっ刺して生きたままね、焼くと。で、それが、タイトルが人間に捕まったカエルの末路と、こういうタグとかもつけてね。だからこういうような動画を YouTube で投稿して、再生稼ぎをしようとしてると。とんでもないですよ、マジで。だから多分、ちょっと自分が異常なことすれば再生回数が上がるんじゃないか。注目してもらえるんじゃないかみたいな精神がどっかにあるんですよ、こいつは。そして次にこのスクショなんですけど、14歳なんだな、話聞きたい、人も56したいかと。2022年4月24日で、犯人の誕生日は6月29なので、今は14歳で、今年の6月29を迎えれば15歳になるというような感じですね。でこういう風に質問されていて、違う方から、で犯人は良安ですね。帰るうちに会いそうだから殺したくない、あと遺体の処理大変と。だからもしかしたら帰りうちに会わない子供とかならやりかねないんですよ、もしかしたらね。榊原生徒、少年 A も小さい子をターゲットにして人間を殺しましたよね。だからもう本当にね、危ないっていうか、警察が逮捕しないとこいつはマジで危ない。この犯人の住んでる地域というのは奈良の生駒市周辺なので、そこに住んでる方本当に気をつけてください。ぜひ皆さんね、もうこの動画をね、注意喚起のためにも発信していますので、ぜひ拡散のご協力をお願いします。で一番心配なのはこの犯人が通ってる学校のクラスメイトですよね。だってこの犯人と同じ学校にいる生徒って、あと親御さんとかも、もう心配でしょうがないよね。生駒周辺の中学校ですか。で、来年高校生ですか。もう心配でしょうがないよね。それがちょっとかわいそうだなって思いますね。まあ、ただ、まあ、犯人の学校詮索とか、まあ、勝手にツイッターに載せちゃうとか、そういうのはしないでくださいね。学校に迷惑はかけたくないので。で、これ、犯人のサブアカなんですが、マウスの締め方閲覧注意という動画を上げてるんですね。まあ正直この動画を上げるのは、まあ、ギリギリセーフなんじゃないかなとは思うんですけど、でもこいつ締め方知ってるくせにああやってマウスを串刺しにしたりとか、悪質なね。でさらに問題なのが、
この概要のとこに気持ちいいって書いちゃってるんですよ。もうさすがにバカすぎるよね。僕もここに気持ちいいって書いてなかったらこれ取り上げないですからね。気持ちいいってことはもうマウスを殺すことにもう快楽を覚えているっていう証拠になるんですよ。これがまだこいつはマウスでとどまってますけど、まあ猫も殺しましたねこいつは。次人間に行って快楽殺人とかなったらもう本当に一生出てこれない可能性があるんで、いやもう本当危ないですよね。で次がこれね、まあちょっと犯人の YouTube チャンネル名を出してしまうとあいつの宣伝になっちゃうんで、ちょっとそれは嫌なので隠します。でさっきのは隠すとこが大きすぎてちょっと隠すのが大変なので、まあさっきのはちょっと映しちゃったのはしょうがないですけど、まあこういう小さいのだったら隠します。でこの動画っていうのは犯人クロナタがアップしていて悪質なんですよ。とにかくさっきまで一緒に寝ていたお友達を添えてあげた僕って優しいっていうテロップがあるんですね。ちょっと見にくいんですけどショートなので。でタイトルは閉めたマウスとカツマウスを合わせてみた結果と。だからさっき閉めてたじゃないですか、多分あのああいうようなマウスを合わせたってことですね。まあこれほら、だから閉めたマウスが来てやばくないマジで、何やってんのこいつは。本当にさっきまで一緒にいたお友達のマウスを本当に添えてんの、本当に異常だと思います。これはあのこういうことをするから爬虫類好きな人がいろいろ言われちゃうんですね。悪く、だから爬虫類好きとしてもこういうクロナータみたいなやつは許せないと思います。動物愛護っていうのも結構過激な人が多いですから、だからそこで動物愛護 VS 爬虫類好きみたいなのができてしまうんですね。でそういう原因を作るのが飼育能力が低いこういうクロナータみたいなやつなんですよ。あとモラルとかがないね。これもう本当にひどい、本当にひどい。なんでこういう発想を思いつくかもわからない。でまあね、他にもクロナータの問題の動画いっぱいあると思うんですけど、クロナータのフォロワーさんだった人で、まあ、クロナータ過去にこういうこともやってましたよみたいなことがあったらコメント欄でお願いします。 DM でも大丈夫です。まあどっちも書いてくれた方が分かりやすいかな。コメント欄書きづらかったら DM だけでいいんで、僕ので、僕の DM は Twitter のキングレン22に出てきますので、概要欄にも Twitter の URL 載せておきますので、こちら、まあ、よかったらフォローしてもらって、全員フォローバックしてるんで、まあ、全然あの情報提供しない人でもフォローしてくれればフォローバしますので、よかったらフォローください。でこれがさっきの動画ですね。人間に捕まったカエルの末路で、次はカエルを食べるムカデ、カエルを食べるハムスターとか、だからもう完全に動画のネタにしてるんですね。あとカブトムシの幼虫を食べるカエルとか、まあ、全然、まあ、ネタにしても問題ないのはあるとは思うんですけど、すでに亡くなっているやつとか。でもこいつの考え方は本当に動画のネタのためだけに生きてる命を粗末に扱ったりするので、そこが問題ですね。で次もクロナータの動画でハムスターはゴミというタイトルで動画を上げてますね。バランスチャンネルと。でこの動画を見てみると、ゴミってのはさすがに言い過ぎなんですけど、そのお金の面でちゃんとしたデータとかを出して比較とかしていて、そこは普通にためになるところあるんですね。逆張り系なんだとは思うんだけど、ただこいつの場合はネタでゴミとか言ってるわけじゃなくて本当にゴミと思ってると思いますね。でさらにクロナータは何も違いません、まあ、これなんかの返信だったんかな、わかんないけど、返信の先のアカウントが消えちゃったとか、まあ、よくわかんないけど何も違いません。猫は害虫だから処分を望むべきです。一般常識に野良猫は害虫であるという認識がないのが残念ですと。でこれが今から半年前のツイートと。だからクロナータは害虫である猫を駆除したみたいな感じで、駆除っていう言葉を前に使ってましたね。でこの半年後にクロナータは何の罪もない子猫の首を絞めて、そして脳天破壊まですると。そしてそれをさらに悪質な編集をつけて、本当にやっちゃったぜみたいな、どうだ俺すごいだろみたいな、さらにふざけた態度をとっていて反省する様子もないと。本当に極めて悪質だと思いますね。ということで皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。猫以外にもクロナータは過去にいろいろな生き物を虐殺しているというのが分かりましたね。なので本当にできればクロナータには重い罪になってほしいですね、まあ、未成年だから軽くなっちゃうとは思うんですけど、もうできれば重い罪にしてほしいですね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんが思ったことをコメント欄でお願いいたします。またこの件については扱っていきますので、チャンネル登録グッドボタンをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。